ビクトル・マヌエル・ブセティッチは、メキシコタンピコ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1973年、18歳の時に、クラブレオンからデビューした。運動量が持ち味のミッドフィールダーだったが、選手としては地味な経歴を送った。1988年、33歳の時に、ポトロス・ネサの監督に就任し、1988から89シーズンのセグンダディビシオンで優勝。就任初年度で初のタイトルを獲得するとともにプリメーラディビシオン昇格を果たした。しかし、1989年にクラブが売却されたため、選手時代のフルスレオンの監督に就任し、1989、90シーズンには再びセグンダディビシオン優勝とプリメーラディビシオン昇格を果たした。1991から92シーズンには、グループステージを5クラブ中2くらいで終えて、リギージャに駒を進め、リギージャ準々決勝では、UNAMを、準決勝では、クルスアスルを、決勝では、プエブラFCを破り、クラブにとって36年ぶり5度目となる、リーグ優勝を果たした。指導者としては、4つの異なるクラブを率いてプリメーラ、ディビシオンで、計5回優勝している。また、コパメヒコで2回、インテルリーガで1回、セグンダディビシオンで2回優勝している。2010年10月には、メキシコサッカー連盟から正式な接触を受け、メキシコ代表監督の座を打診されたが、家族との生活を優先したいとして、オファーを辞退した。大舞台に強く、2012から13シーズン終了時点で指揮した14回の決勝のうち13回に勝利している。唯一の例外は、クラウスーラ2012のリギージャ決勝のサントスラグーナ戦である。2013年9月12日、メキシコ代表監督に就任したが、コスタリカ代表戦に敗れた2日後の10月17日に解任され、ミゲル・エレーラが後任となった。ありがとうございます。